藤沢放災3月5日から1992年8月2日は囲碁騎士。本名は藤沢倉之助。神奈川県出身。日本棋院の大手愛による商談制度発の球団。五成限と3度の10番号を戦った。棋風は深い読みに裏付けられた、力戦派でダンプカー級の突進力などと形容された。また白番の真似語を多く試みたが、 市長を利用した真似語対策が現れてからは、成績はかんばしくなかった。藤沢秀幸名誉規制はおじ、小島高保九段はおい、藤沢一州八段は重定、藤沢里奈四段は受名に当たる。安倍義輝は入段した後に藤沢の門下となる。神奈川県横浜市に生まれ、祖父、十五郎などの影響で後を始める。1930年に、 姉と共に日本金陰生となり、1933年入団。本因坊秀才に可愛がられたとされる。1934年に国民新聞の若手騎士による勝ち抜き戦で10人抜きを達成。1938年4段時に東京日日新聞主催の第6段戦で5戦全勝。1942年6段で 前年からの仮金順一と御制限の十番号に続いて、仮金の率いる、経営者の渡辺昇吉六段と十番号を打ち、三連勝して、打ち切りとなった。この頃は、堅実な誤風で、黒番腐敗とも言われた。この頃、藤沢倉之助、坂田坂尾と共に、日本棋院若手三場ガラスと呼ばれた。1943年には、 合成限8段と10番号を行い、藤沢正先で7曲目まで3勝4敗であったが、3連勝して6勝4敗とした。1943年から始まった第3期、本因坊戦予選では7段で出場し、8段級予選で4戦、全勝して、上位3人による挑戦者決定リーグに入るが、岩本香る7段に敗れる。ついで、橋本宇太郎との10番号が行われるが、 三曲までで中止。1946年に北に実る、岩本薫、橋本宇太郎、藤沢による四競合戦に出場するが、途中で中止となる。戦後、1946年七段時に、新友官が見で北に実る八段との三番号を打ち、一勝二敗で敗れた。同年八段。1948年に、 次内正夫五段ら若手騎士9名と霊明会を結成、会員はその後12名、続いて囲碁新社メンバーが日本棋院復帰すると合流した。3段から8段まで全員が互い戦4目半込み出しで対局するという仕組みで寄付は東京日日新聞に掲載されたが、1950年に東京日日新聞が毎日新聞に合併されて解散した。 1949年に大手合で九段に昇段。この時、関西起因の橋本宇太郎八段から争い後が申し込まれたが、実現しなかった。またこの時期、合成限は十番後で、橋本宇太郎、岩本薫を先合い先に打ち込み、後段者層あたり十番後の成績により1950年に九段に追挙され、 史上初めて同時に二人の球団が存在することとなった。1951年10月1日から毎日新聞主催で五制限との4番号が行われ、4連敗する。同10月20日から読売新聞主催で五制限との第2次10番号が開始され、2勝7敗、1時後で先合い先に打ち込まれる。続いて1953年に五制限と、 第3次10番号を打ち、先合い、先で開始して6局目までで1勝5敗となり、定先に打ち込まれた。この敗戦の責任を取って、藤沢は日本棋院を脱退した。1954年からの橋本宇太郎との10番号にも、敗れる。1957年に放彩と解明。同年本因坊戦で、高川収穫に挑戦したが、2勝4敗で敗れる。 1959年に日本棋院に復帰。この後も十段戦優勝など各棋戦で活躍。1992年4月に現役引退。生涯成績戦114局642勝469敗。3時後日本棋院において、1948から50年に岸理事、1969から72年に政務理事、 1975から78年には実務理事として編集と海外を担当して海外への騎士派遣を活発に言った。オリジナルではないが常用した戦法に白番真似語がある。相手の打った手に対して天体シの位置に真似をして打ち続け、相手が握手を打った瞬間に真似をやめるというものである。1948年頃の大手合での北二実戦で最初に試み、 創造性に欠けるなどと批判を浴びつつも、信年でこの手法を使い続けた。黒の対策はタイミングを見計らって天元に打つものと、中央に向けた主張を利用するものが考えられる。現在では主張によるものが決定版とされており、こうした対策が進んだため藤沢の真似後の勝率は、結局5割に満たず、藤沢の通算勝率が5割7分8輪であることを、 考えれば決して成功していたとは言いにくい。ウィキメディアコモンズには藤沢放斎に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。